今後の気温についてお伝えしていきます。この先は気温の変化というのが大きくなりそうですね。はい、週間予報のまず気温の方をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、はい、それを見ていただいた後、地球の流れをちょっと見ていただきたいと思うんですが、西日本方面、明日30日、1日、あさって1日、はい、ちょっと気温高めなんですけども、1日後半からぐっと気温が下がってくる、はい、で、福岡のあたりを見ていただきますと、2日の最高気温が11度、最低気温が4度、一回ここで底があるんですけども、はい、3日にちょっと持ち直しますね。でその後また下がってくる、大阪もやはり同じような変化をしているというようなところを見ていただければと思います。はい、2日、3日、だいたい5度下回る可能性、結構これは体に来ると思います。はい、で、天気の方なんですけども、戻してみますと、明日から明後日に崩れていくんですけども、その後高知を見ていただきますとずっと晴れますよね、はい、冬型の気圧配置、天気分布ということになりますので、太平洋側に関してはかなり乾燥というのが、続くことになりそうです。雨の後2日からは乾燥ということですね、はい、で、東日本や西日本ですけども、こちらは札幌注目していただきたいんですけども、ものすごい温度変化が1日から2日にありそうですね。1日は12度、天気は悪くなるんですけども12度まで上がる、これ南風です。で2日に北風に変わってマイナス2度まで下がっていくというような状況ですね、はい、おそらく最高気温と最低気温が出る時間がいつもとは逆になると思います。最低気温が夜に出るようなタイプですね、はいはい、で3日ちょっと持ち直してまたその後下がってくるというような、ことになりますので、温度変化に、ちょっとね、体を慣らしていただきたいと思います。で天気の方なんですけども、1日が大崩れしますが、新潟の天気アイコンを見ていただきますと大雨嵐のアイコン、雨も風も激しいというところですね。で、その後冬型ですのでしぐれ模様で、札幌のところは雨で始まって、1日は雨で始まって雪に変わって2日の雪ですね、3日雨にまた戻って4日雪ということで、北海道積雪があるところは、1日の雨でだいぶこう溶けるんですけども、2日また凍って雪が増えて、3日また溶けて、凍って雪になってということで、路面状況はかなり凸凹になるし、不安定になってくるということが、予想されます。はい、はい、この先の詳しいお天気や気温の変化についてはお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。